RWD-13、RWD-13、RWD-13 RW RW は1935年にポーランドの RWD 社で開発された3人乗りの軽飛行機である。RWD 製の航空機としては軍用練習機として約550機が製造された RWD-8 に次いで2番目に多い約100機が製造され民間用と 軍事用途の両方で、ポーランド国内だけでなく輸出先の各国でも運用され、商業的には RWD 製の航空機として最も成功した機種となった。RWD-13 は、ポーランドの準軍事航空組織であるラップの要求に基づき、先に小型スポーツ機として開発され1932年のチャレンジ1932で優勝した。 RWD-6、RW 1934年のチャレンジ1934で優勝、準優勝を飾った RWD-9 の設計をもとに開発され、1935年1月に初飛行した。開発を担当したのは RWD-9 と同じワルシャワの DWL 工場に在籍する RWD のメンバーであるスタニスロー・リガルスキーと、 チェルジア11機である。RWD-13 の試作機は破損した RWD-6 の部品を再利用して作られたが、全体の構造はより新しい RWD-9 に似たものに改められていた。RWD-9 との最大の違いとしては、チャレンジ1934に向けて競技用に特別に製造された RWD-9 に比べて、 約半分程度の出力のエンジンを搭載していることである。具体的には RWD-9S の出力に1ロ6 k w の空冷9気筒制型エンジンに対し RWD-13 は 130hp の空冷4気筒直列型エンジンとなっている。これにより RWD-13 の機種は RWD-6 や RWD-9 に比べスリムなシルエットとなった。エンジン出力は大幅に低下したものの、元々の機体設計が優れていたこともあり、最高速度こそ低下しているが、RWD-13 も良好なエストール性能、機体安定性を持っていた。基本型の r w d 十三は百三十五年から百三十九年までに約十五機が RWD で製造された。また、1937年には、航空救急機タイプの RWD-13S が開発された。RWD-13S には、機体右舷側に、ストレッチャー搬入用の大型ハッチが取り付けられていた。また、右舷側の座席を取り外し式にして、通常型と救急機型をコンバーチブルにした。 RWD-13TS も開発されている。RWD-13S 及び RWD-13TS は計15機ほど製造された。また、1937年には RWD-13 をもとに機体を少し大型化し、5人乗り仕様とした RWD-15 が開発され、計6機製造されている。 1938年にはユーゴスラビアに RWD-13 のライセンス生産件が販売され、1939年にローコザースキー社で2機の RWD-13 と2機の RWD-13S が製造された。製造後に2機の RWD-13 は RWD-13S 仕様に改造され、4機とも航空救急機仕様となった。 2008年には RWD-13 の飛行可能なレプリカがポーランドで製作されている。RWD-13 はポーランドの小規模な民間航空会社や個人オーナーによって広く使用されたほか政府機関の連絡機にも使用された。ロット、ポーランド航空では2機が運用された。救急機型の RWD-13S は ポーランド赤十字社やポーランド空軍で使用された。またこれ以外に、ポーランド空軍は、数機の RWD-13 を、第二次世界大戦勃発後のドイツによる、ポーランド進行時に連絡機として使用した。これらポーランドで使用されていた、RWD-13 の中には、近隣国に逃れたものもあったが、破壊されたり、ドイツ軍に露覚されたものもあった。大戦後、 1947年に、ルーマニアから4機の RWD-13 が、ポーランドに返却され、1953年から55年にかけて使用された。このうち1機は現在、ポーランド航空博物館に展示されている。第二次世界大戦が始まり、ポーランドがドイツに占領された際、5機の RWD-13S を含む28機の、 RWD-13 がルーマニアに逃れた。これらはルーマニア国内の民間航空及び軍で使用された。ルーマニアが数軸国側について第二次世界大戦に参戦すると RWD-13 はルーマニア空軍で連絡機などとして使用された。特に女性によって構成された救護飛行隊であるエスカドレラアルバによって RWD-13S が救急搬送機として使用されたことが知られている。21機が大戦を生き延び、そのうち1機は1950年代まで使用されていた。第二次世界大戦前に約20機の RWD-13 がスペインに輸出された。また4機がポーランドの武器製造販売シンジケートである SEP からスペイン国内のナショナリスト派に売却され、 スペイン内戦で連絡機として使用された。3機の RWD-13 がイギリス移民投治料パレスチナのユダヤ人勢力に売却され、飛行クラブパレスチナフライングサービス、後には航空会社アビロンカンパニーで、ハガナーの航空兵の訓練に使用された。1943年にハガナーの精鋭部隊、パルマッハの航空部隊として、パルアビアが設立され、 さらに1947年11月にシェルート・アビアとして拡張された際には、最初の飛行隊として編成されたテルアビブ飛行隊の運用機種の一つとなった。同年12月には、RWD-13 による初めての航空攻撃が行われ、またスデドブ空港を拠点とした負傷兵搬送も行われた。1948年にシェルート・アビアが、 イスラエル空軍となった際にも RWD-13 は引き続き使用され、第一次中東戦争で連絡機として運用された。ありがとうございます。